20歳頃には10メーターの深さ
まで達するようになります。そして潜る時間も1分前後となるのでございます。息も最も長く収穫物の多い働き盛りの海女は30歳から40歳くらいですが、中には70歳以上の高齢の海女もおり、アワビ、サザエなど海の幸を求めて働いております。このような海女には2つの種類がございます。カチド海女と船戸海女でございます。カチド海女と申しますのは、磯自宅の比較的浅いところを働き場としている海女のことでございます。獲物を入れる磯桶を海面に浮かべ、自分の力で海に潜り漁を行います。一方、船戸海女と申しますのは、深い海を働き場としている夫婦共働きの海女のことでございます。夫婦は船に乗って沖にこぎいで、妻は深い海底に早く脱するため鉄の重りを片手に潜ります。そして浮かび上がる時には、腰に結わえた命綱を引いて合図をし、船の上のボルトに引き上げてもらうのでございます。皆様、アマが作業中に繋がっております。口笛に言ってみましょうか。この口笛は磯笛と呼ばれております。海底深く潜り、海面に這び上がった瞬間、急に大きな呼吸をいたしますと、肺や心臓を痛めるため、このように呼吸の調節を行うのでございます。この磯笛は日本の古風景100選に選ばれており、その愛情を帯びた響きから、海の嘆き、または磯嘆きとも呼ばれております。波の間に間に見え隠れする海女たちの姿を眺めておりますと、渚を洗う波のコーラスに混じって千鳥の鳴くのような磯笛が聞こえてまいります。今、皆様がご覧になっていらっしゃいますように、アマはいつも明るく海で働き続けております。ではこれでアマの作業を終わります。